大谷翔平デジタルブラジャー装着、長嶋一茂大谷選手がやっていることで今後のプロ野球界が変わる。はじめ茂は、大谷がデジタルブラジャーを装着していることに、昔のことを話してもしようがないんだけれど、野球界ってこういう緻密な疲労度を測ったりとか、パフォーマンスを上げることのマテリアルって、結構拒否反応を起こす人が多かったんだよね、とコメント。電気ビリビリインチキしてるん？電通ありがとう。なんでブラしてんの？素人が意見するな。つまり俺はデジタルのブラ。スキャンダルのないまま30手前になったから、そういう変な性の目覚めすると思ってたんだよな。遅くね？まさか野球って更新競技？またサッカーのパクリか。長嶋一茂って何気にプロ野球に詳しいよな。なんでだろ？こんなの5年前からあるだろ。動かない野球選手がつけても意味ないよな。う、一茂の現役時代には影も形もなかったものに拒否反応もクソもない。大谷は前でホック止めて回すタイプか。モンゴル人横綱がこういうのつけ始めたら普通の日本人怒りそう。日本のマスゴミはサッカーから10年遅れているということでしょう。野球なんて全然運動しないから関係ないとは思うけど、野球って横のつながりがないからこういうのが他スポーツより遅れてるよね。そう、バカみたいにランニングすればよいってもんじゃない。ちゃんとトレーナーいるのにバカみたいにランニングなんかするかいな。もっとマシな名前なかったん？俺は手ブラ派。ブラジャーという名称が最悪だな。デジタルバンドかデジタルビブスに改名させろよ。ご視聴ありがとうございました。